インターナショナル、モスストックセンターに保存されている4種のヒメツリガネゴケのエコタイプエコタイプとは、生物学では、植物や動物の種が生育する環境に適応して、それぞれ遺伝的な文化が進んで、表現型の違いが現れるようになるが、亜種として分類されることを保証するには、小さい変異の状態の生物群として用いられる用語である。遺伝学や、 生態学で用いられる概念である。異なった環境において生育する環境に適応してそれぞれ遺伝的な文化が進み形態や生態に違いが固定されるようになるが異なるエコタイプ間の生物で交雑は可能である。厳密に区分できる種や亜種の定義は必ずしも確定していないので文化の度合いがどれぐらいまでをエコタイプと呼ぶという使われ方はしない。 科学史的には1922年にスウェーデンの植物学イエテトレッソンが進化や種の定義を論じるのに用いたのに始まる。具体例としては、モデル生物として広く研究されている植物の白犬なずなでは、生殖地の異なる白犬なずなは DNA レベルで文化が生じており、可視的な形質の文化が見られる。それぞれのエコタイプには名前が付けられ、 系統保存されて、研究に用いられている。ありがとうございます。